大阪府柏原市国部にある古墳。形状は長方形墳。史跡指定はされていない。出土品は柏原市指定有形文化財に指定されている。松竹山古墳の西側にほとんど接して位置する。1985年に地元住民が石室を発見し、その直後に発掘調査が行われている。壁玉製の腕植類多数と、 三角円新住居などの遺物が出土している。1984年12月、東古墳の所在地の所有者が、貯水槽設置工事中に主体部の石室を発掘、同居や石製品などの遺物多数を発見した。柏原市教育委員会が発見直後に、緊急の調査を石室部分などで行い、翌年に、墳形、規模、構造などを確認するための発掘調査を、 行っている。噴景は当初、測量調査により、直径20メートルの円噴と推定されていたが、噴球の部分的な発掘調査により、長方形噴と考えられるようになっている。石室は、安山安異大衆を小口積みにした、縦穴式石室である。規模は、全長620センチ、幅100センチ、高さ170センチを測る。 石室南半は大部分崩落し、東壁上半部分も崩落しているが、西壁、北壁の保存状態は良い。木管を置いた粘土床が検出されているが、木管材の依存は見られなかった。紛丘は、森土の上を石室構造と同じ、安山岩位太使で覆っており、元段石石塚を思わせる構造である。表面を覆う位太使は、石室と同じく、 小口積みにされており、その壁面は地表面に対してほぼ垂直の構造であった。調査は4カ所の部分的な調査区で行われたため、噴球はその一部を調査しただけであるが、噴形は東西17メートル前後、南北22メートル前後、高さは3メートル前後を測る二段畜成の長方形噴と推定されている。縦穴式石室内の副葬品は三角円。 新住橋一面、四住橋一面、壁玉製の桑大使6点、車輪石8点、石縮白41点、小刀2本、鉄符1本、鎌1本,1本、槍ガンラ2本、などである。壁玉製の腕植類は、総数55個体に及び、小規模古墳からの出土量としては、稀有な例である。出土品は、柏原市の有形文化財に指定され、 カシュワラ歴史資料館に保管されている。富士の発見に伴う調査であり、本来の遺物が全て確認されたかどうか不明な部分もあるが状況から見て失われたものはあったとしてもごくわずかと判断される。チャウス塚古墳の遺物に本来、武器、武具類があったとしても極めて限られたものであったと想定できる。 石生腕食類を中心とする服装品の性格から見て、被葬者は呪術、宗教的権能を保持した人物が考えられる。また当古墳とほぼ同時期と考えられる松竹山古墳にほとんど接するように構築されていることから、松竹山古墳の石棺に葬られた主張の主張権を保管する役割を担った人物でもあったことが想定されている。ありがとうございます。